はい、ピッツです。やっていきます。というわけで、新街道デッキ行きたいと思います。ということで、二次特実装されまして、新街道と新アーティスト、はい、実装になりましたので、まあ、投手の方はね割とできるかな、まあ、大変なんですけど、うん、一応まあそので新街道と上限で、まあ、上は特攻っていう感じですかね。はい、いきましょう。なるみが一応まあ守備持ってるので、まあ、そこが頑張ってくれれば嬉しいなといった感じではございます。であと、エミリーがね、エミリーがデートで金徳もらえるので、まあ何て言うんですか、かぶることがないっていうのがまあいいところですね。まあなので、その選手キャラ2枚だとイベントが連発した時にっていうのがあるので、まあ、そういうのがないので、まあまあ被る心配は少ないかなって感じです。はい、で結構練習レベルがガッと上がる感じですね。どうしようかな。なるほど、まあ普通に2人モード組んで、エミリー回復多いのでこれは結構強いと思います。ギリギリセーフ。ここ3人だからいっか。虹谷使えないのがね、本当は虹谷の代わりがパピオンみたいな、本当そんな感じです。緑、今緑ならセーフか。うん、セーフ。あ、北鉄ばあちゃんてかさ、あれだよね、北節ないのに北節ばあちゃんは出るって、どういうことっていう、そういうことですね。ここは人集めて良い感じかな。こっちの4人より多分こっちの4人の方が多いし、でこれどうすんだっけ、モテいる？モテモテいらないか。虹谷、凪で次のターンで消えますので、あれー、人が集めれない、人が集めれないけど、どうしようかな。まあ、起爆上げつついきますか。俺氷虹谷持ってればね、あの虹谷入れつつっていうのはできたんですけど、あれ人足りね。まあなんとかなるか。3人、はい、でアーサー出せたと。やべやべ、人欲しいっすね。ここかな。行きます。エミー出しとこうかな。なんか間違えそうだな。あれを出します。マス、あのね、何時かどうかっていうのは覚えたんですけど、このエピックどこに出るが覚えてないことが多いので、次は何か出るかな。対角線はダメと。プロセーラかな。どうしよう、ここで出しちゃってもいいし、うん、こことここはだ、あ、ここと1と2はダメなので3でいいかな。
ドセラ出すか。右上空いてれば OK。回復もあるしね。OK。パピオンは、これか。カイドはこっちですね。3人でここだから OK か。 OK ですね。ちょっとコツつぶすか。印象ないのでバント封じがきついです。はい、3人4人いれば朝取れるよねと思うので、イエス。おー、星ついてるナイス。あ、そっか、デッキに入れてたら確定なので、まあ、そういう意味では人集め楽かな。10人確定ってこと。これは回復に限る。 OKOK。 じゃあ次もタックで、うん、モード取っていいかな。うん、順調ですね。モードも光った。おめでとう。で、これが成功するかどうかが大事。 OK。 偉い。うどんだけに玉持ちってね。そしていいかな。コツはね、全取りみたいな感じになるんですけど。か。で、ダッシュ駅か。5時なので、くねちゃんかな。くねちゃん、真上が空いてれば OK。はい。あ、でもヒーローエピックしか出てないときは、こっちでいいか。エミリー行きたいので、エミリー行きます。ヒーローエピック以外出てないければね、別にいいのか。かぶることはないと。対角線がね。はい。で、3つ出てるよね。3つ出てるので、クロセーラ取っちゃいましょう。いいね、結構人も呼びつつできてる。順調でございます。ただ星は来ない。クロセーラはね、結構経験点おいしい系なので、星欲しいですよね。ギャグじゃないですよ。準急速かな。1、2、準急速っぽい。強いね、この勝負。結構ね、技術稼げてるのが大きいと思います。急速も上げつつっていう形になるので、評価は言ってるのね。調査家の5人いれば姉ちゃんはいけるはずなので、急速どうしようかな。アーサー待ってもいいし、伸び骨欲しいよね。守備ですね。2人勧誘する。あんまいいコツじゃない。並んでおきましょう。まあ、最悪告白来なくても大丈夫なので。あれ、牙が来ちゃうともう筋急速を上げないといけないのかということですね。で、次終了。カンパチ出したいな、こういう流れだと。急速安定バント封じもいいか。
で、ここはぐるぐるでき、ぐるぐるできるけど、人が欲しいな。一人待ってからカンパチとかの方がいいかな。どうだろう。なんとも言えない。カンパチ出したいな。カンパチ出します。こういう時にデートしたいよね。あ、やべえ、もう2回目だ。なので休息骨諦めてできるだけあげる。なんかもらった？もらってない。パートなしくこっちかな。制圧偉い。で、テンポもらうか。テンポもらうか。はい。からの。ここで2つ出しちゃって平気か？ 2つ出しちゃおうか。オッケー、間に合うんだ。おざーす。2回呼びたいところではありますけど、ここ3人はでかいか。で、どうしよっかな。カットボール、あ、一応これでいこう。守備がいいよね、多分。だいぶ点数出てると思うんだけど。アブパも来る。だね。ここで天丸来たらもうただの神回。はい、半分いってるね。カンパチまで届かないか。でもここだな。ポンコツ、ポンコツ伸びはもう両方欲しいのでお願いしますね。おい、なんかくれ。なんかくれよ。これ誰選んだか全然わかんない。はーい、お願いします。おお、まあ OKOK、全部取っていいよ。全部取っていいので9人いるしね。ちょっと可能。鉄がまだあんまもらえてない。いきます。スタミナも上げる。鉄ももらえてない。悩み。そっか、走者釘付けか。とりあえずカンパチ、どっちか、どっちでもいいか。まあ多い方からでいいか。はい、で次にもう一個取れると。綺麗。
なんか取っちゃっていいやつあるかな。あね。ここは、あ、3人いるのでかいかな。はい。で、筋力多分余るような。余んねえかな。まあでもそしたら筋力もりもり、もりもりマンにしちゃいましょう。おかしいぞ。でいける。今ぐるぐるタイム中ですよね。むずい。今ちょっと渋いな。デートしても良いけど、いっか。今日は回復優先でいきたいので頼むよ。 OK、 せーの、はい、破裂。何もないよりはいいか。で、3人、あ、知らぬ間にランス出してた。危ね、危ね。これを出るように対角線終わってるので、あ、まだ出ないか。まだ出ない、マジで。え、ということは上終わってんだよね。上、あ、じゃあここで、あ、ここ。うるせえけど、ここ、ここデートだな。ここデートします。半分いってるよね。 OKOK。オッケー。で、こんな今何点？あ、でも5000点ぐらいか。あんま出てない。消えた。で、光ってる。あ、素晴らしい。あざす。あぶね。あれ、虫歯なってたやつだよね、下手したら。オッケーオッケー。1、2、3、4人で取れるなら取っちゃうか。取っちゃいましょう。オッケー。あれ玉か。あぶ、あぶ、あぶ、あぶねー。んー、どれどれ。星ついてくれた。あ、ランスは元からか。元から星ついてる。忘れちゃうんだよね。デッキに入ってるキャラは最初からです、ということに。勧誘しつついく。人足んないから1個通り過ぎてもいいんだけど。でも9個は大丈夫そうなので、こっからは、まあ立ち回りですね。あの、なん、どんだけタックで回していけるか。ナイス。人数もある程度は欲しいよ。はい、はい。
次終わっちゃうのか。人数集めがいいかな。3人いる。あ、じゃあスタミナっすね。強いよね、これ。で、成功して。おっしゃ。骸骨。あ、ない。やる気3機。で、これはいい。あれ一択だよね。そうだよね。ジェイ。かなり成功してます。あら、溢れた。マジか。今のはミスだな。今のはミス。どんくらい溢れたんだろう。人集めがちょっと怖いな。ここ行きたいけど行きたいけど行きたいけど、こっちで行くか。大体終わりだな。あと 80% だけだから。こっちがいいかな。もう一個出ちゃうけど、もう関係ない。ちょっと怪我率少ない方。こっち。ああ、ダメだ。なんだね。コツ全然入ってない。なんかちょうどよく回復イベント来てくれればよかったんだけど。一回通り過ぎちゃいます。先生いらん。もう急ぎではないので。できないからな。もう一丁メンタル。はい、ちょっと停滞しましたね。くそー。3人呼んどこっか。次タック、次は絶対タック。くれねえ。やめろやめろ。うわ、なごみがないからね。また怪我だよまた怪我の戦い。どっちがいいかな。行っちゃった。大丈夫なはず。人が真ん中足りない。これはえぐいな。一発出るのかな。ちょっと体力が全然ないですね。あー、ナイス回復。オッケー、一応宇宙無双取れました。人が欲しい。
まあいいでしょう、体力さん。いやー渋いなー。まあ、それにしてもって感じですけど、カイドウどうする？ポンコツももらえてないんだよ。人足りてない。ここですね。ナイス、強い。ギリもうヒーロー系はそんな欲しくないので、これいいか。パピオン全然コツこなくね。お休み。90% は多分いってて、これは取っちゃうか。コツ欲しい。この辺のコツもらえたらすごくありがたい。こういう感じなんですけど、人集める。バカな。重い弾。OK、ありがとう。伸び欲しいんだよな。ちょっと筋力も、まあ、実際足りる、うん、まあ足りるとは思うんだけど。計算が立たないので。ファール。いいファールですね、あれは。自動死って。でも勝てるね。さすがオールスター。ねえ、そういった矢先。赤月強い。分かった。あと二次特はね、新球界の頭脳とかが結構いいですよねとは思ってます。
ポジション、うわなんだこれ。ああ、ただどっちがいいかな。同じレベル4だったら、守備ももらえつつ、また溢れる。本類は逃げ玉ぐらい欲しいよね。怖ー。ポンコツなしか。あ、人数多い方。2人。ああ、こっちだ。あとほんとぐるぐるするだけなので。もう一度守備来い。どっちか。まあでもどっちだろう。ランスの方が強い。あれ玉取ってるでしょ。え？空き場か。あ、ジャイ、うん、どっちも欲しいな。どっちも欲しいな。クロファイ。どっちがいいかな。技術欲しいよね。じゃあこっち行きます。うわー、 あと2ターンだべ。もうさ、伸びとんないとやばいんだよね。難しいな。ガイロ取っちゃう。で、2ターンでしょ。ちょっとでも進んだ方がいいのか。でもここの筋力精神欲しいし。デートしちゃおう。意外とあれだな。体力回復がきつかった、今回は。勝っててね、お願いだから。 OK。 まあでもここでコツ2つ取って、どっちかいいコツ。おいダメです。で、伸びに関しては時間切れなので、あ、だすマックスですね。伸びに関しては時間切れなので取らなきゃいけなくて、あ、まあ大丈夫か。もらえるコツって何や。奪三振ぐらい。阪急って誰か出たか。阪急、お前はくれない。くれるはずない。いないね。あんた伸びだけだもん。伸びだけマンなのに伸びくれないってどういうこと。逃げ玉は。増えてないよね。逃げ玉なしなし。逃げるような玉は持ち合わせてないようなやつらばっかりだから。逃げ玉なし。はい。逃げ玉なし、緩急なしなので、あと奪三振だけだ。この中だと。精神余った。なるほどね。そういうことね。やべえな。ポンコツ。技術全然ない。デート全然いらないので、一旦コントロール行こうか。うん、技術足んないんだね。で、この筋力は深海道分で使うので、
コントロール101が無理かも。お待たせいたしました。なんとなく。あ、クイックか。クイックどころじゃなかった。弾の威力が半端ない。そうそうそう。エミリーはどっち選ぶんだっけか。忘れました。ほい。これは問答無用でデートだ。左失敗。立ってない、立ってないし、こっちもなさそうなので、でデートですね。でエミリーも一応ね伸びくれるんですけど、今回はそこは頼りね使えないので、まだそうということですね。あ、でも安い。トーストが取るか。いや、技術食うな。ほんとあとそこだけ。お待たせいたしました。共に絆を深め合い、この決勝戦までやってきました。円卓高校対マントル辺境高校。円卓先制のピンチです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で小出、2球目から見る、これで追い込みました。投げた、危ない球、めっちゃ速くない。第4球を投げた、アウトコース低めストライク、いきなり157キロ。もうあれってかボール、あ、そっか、オリストになってるからエフェクト消えちゃってんの。投げました、外角低め、カットボール外れてもかもしれない。見逃し三振、二次エフェクトが見えないんで。ランナー一塁三塁という場面で小井で決まったストライクないかも。投げました、見送ってストライク、ワンボールツーストライク、見逃しの三振。ランナー2人を置いて迎えるバッターは小杉、初球決まったストライク。第2球破裂ストレート、ボール、外角低め。第4球は破裂ストレート、空振り三振、2者連続。円卓ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で大越し、ストライク。第3球外角低め、見逃し三振。高原ナイスピッチング。さあ次の投球、打ちました。投球はこれから3球目。第4球を打ちました、ファール。次は5球目、よいしょ、ストレート、見逃し三振。高原、円卓ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー2塁という場面で大越し、今日はここまで3打数2安打1三振、決まってストライク。伸びのストレート、流し打ち、どうだ、ナイス。うん、強いね、さすが。技術が欲しいんだよね。まあここだと一緒にもらえるからいいか。
守備ダブルタックとかが本当神なんだけど、ダメかな。でもコンコツそうだな、何かないと思って、コンコツよ、コンコツあればギリ間に合う。お願いしますね。パピオン、パピオン聞いてた？パピオンから今日一回もコツもらってない。コツイベのテーブルなのに。上、エンタ追加点のピンチを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で立て投げました。カーブボール見送ってストライク、追い込んでいます。破裂ストレート見送ってボール、ボール。さあ6球目、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。エンタ追加点のピンチです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で小野が破裂ストレートはストライク、少し迷ったか、やべ打ちました。レフトエンド取ってこれで3アウト。なんか打ち返してくれるけど自動はやめ、自動はやめなさい。自動相談所に行きたいぐらいの。カンパチちゃんとリードして、アウトロー破裂ストレート外れてボール。次は4球目、アウトコース低めいっぱいストライク、打った。ババクロセラ外野に放っています。バッターの鉄か、エンタク、ここは外野フライも避けたい場面です。アウトコース低め、外れてボール、投げました。3球目、編成これで合ってる。投球これから4球目、二遊間どうした。次は5球目、二遊間っていないんだよ。くてボール、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。初球はカットボール、空振り、キレのある変化球、完全に外れたボール。怖い怖い、変化球にキレがあります。インコース低めいっぱい、見逃し三振。エンタク同点のピンチです。ツーアウトランナー、嘘嘘嘘嘘、マジ。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で横須賀、これが初めてのバッターボックス。横須賀さん、同期は3球目、外角低め破裂ストレート外れてボール、投げた、決まった、ストライク。第6球はランナースタートを切った、三振。危ない危ない危ない、高っ、危ねえ危ねえ、すいませんでした。自動はマジで怖い、ポンコツ、誰もいない。何コツだろう、何コツかくれ。技術、まあまあ、もっとコツくれる高校なんだけどな、ここ今どういう感じ。まあまあいけなくはないか、いろいろ捨てなきゃいけないけど。パピオンマジマジなんなのマジなんなの。こいつコツくれすぎて困るキャラだったね。二塁という場面で秋吉、見送ってボール、アレンジストレート、見送ってストライク、ワンボール、ハードボール、見逃し三振、ギリギリの。自動やめろ、 OK。 エンタク、ここはなんとかしのきたい。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で秋吉、今日は三振とライトフライ、パームはボール。第4球をボール、走者首抜けが投げづらい。これでルビが埋まりました。さあ同点のピンチで迎えるバッターは深町、今日はフォアボール三振。第3球を、3球目空振り、空振り取れんだ、カットボール、ストライク、空振り三振。オッケーオッケー、エンタク、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー、詰まらせたけどなぜヒットになる。一気にホームイン、ブンブン、ようやく1点を返しました。初球空振り、すごいな。第2球、破裂ストレート、ボール、外へ投げた、打った、当たり、そこでのせた、ナイスゲッツー、なんとかいけましたね。どうなんだろうこれ、結局技術入るのここだからこれいいのか。ポンコツなし。
ポンコツなしで、ここもないんだよね。やばくね、これ。いやー、ちょっと待って、わかんなくなっちゃった。捨ててもいいかも。余る。筋力が溢れるのが怖い。ちょっとスタミナ上げようか。こうしよう。ちょっと今日は査定はちょっとごめんなさいって感じで。お待たせいたしました。エンタ、先制ピンチを迎えました。ごめん。おっと、デッドボール。これはデッドボール。投射首付け苦手なんだよね。投げた。2球目空振り。キレのある変化球。投げた。危ない球。第4球を。4球目空振り。投球これから5球目。打ちました。しっかり。ナイスカッチ。取りました。これ。オッケーオッケー。だいぶ進んだ。お前は。誰だ。えぐ。恐ろしい。ただエピローグは一緒だった。エピローグつかエンディングか。経験点が入らない。ああ、面白かった。はい、あと、それはくれんのね。ごめん、ちょっと最後なんかいろいろあったけど、許してくれ。はい。まあ、そこそこですかね。ははは、いけない。いけないね、諦めよう。こっち行った。取りまくります。ダメ。縛りの方がいい。縛りまだ取れる。筋力がね。3は行きたいね。ギリ行かない系。ギリ行かないパターンが発生してきた。あ、いった。根性って弱いの？もしや。まあ、こんな感じですかね。ギリギリさん。いやー、まさか。まさかコントロールいけないと思わなかった。デッキはまあダメじゃないかもしんないって感じですかね。はい、 OK。 今日ダイヤのエースのお知らせがあるので、ダイヤのエースキャラにしましょう。はい、できました。まあいろいろあったけど、まあ新街道はまあいけそうですね。投手ならまあまあありかなって感じでございます。うん、盆栽だし、盆栽でこれだけいったらまあ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 って感じだと思います。で、根性源ついて、
コツが多分あんまもらえなかったんで、まあ、その辺入って、まあ、4とかは盆栽でも作れるかなっていう感じです。天丸なら 5、6 かな、わからん。だからまあ特別深海道を入れたことによって伸びるってことはないと思うんですけど、なんか筋力が余る編成とかで役に立つって感じですかね。うん、ということでございました。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ皆さん、ピースな一日を。バイバイ。